おはようございます。ごほごほだって。おはようございます。はい。頑張れ輪島仏壇無償提供の輪島漆器仏壇店永田光輝でございます。なんか急にさっきまで晴れてたんですけどね、向こうから黒い雲がなんか来てますね。ほんとほんと。あ、こっちも、あっち晴れてたんですけどね。はいはい。なんか急に寒くなってまいりました。はい。今日は2月の3日、節分でございます。節分も元気に営業でございます。それとですね、もしもご親戚の方で能登半島で被災された方は言うてください。お仏壇無償で提供しますので、よろしくお願い申し上げます。はい、頑張りますね。はい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 。今日は豆まきばせないかんでしたよな、豆まきばね。はい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 。はい。今日はですね、2月の3日、節分でございます。はい。今日は2月の3日、何回だかわからなくなった。はい。今日も、いきなり言おうかね。今日も、元気に営業中、土曜日でございます。今日土曜だよね。もう何曜日か言っちゃわからんだな。ほんとほんと。はいはい。まあまあ一発ですね。お仏壇のお困りごと生活困窮者支援、それに能登半島被災者支援、小型仏壇無償提供、24時間電話受付、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。頑張ります。